こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。ダービースタディオンマスターズやっていきたいと思います。ですね、BGM 消してみました。どうするかというと、牧場から事務所に行きまして、オプションですね。ここで BGM をオン、オフできます。また、SE もオン、オフできます。さてですね、大魔神のイベントと、大魔神佐々木さんのイベントがまだ続いております。まあ、プレミアム、シボバ抽選会など、ですね。まだ、使えるわけですけど、今回はですね、こういうのがあるみたいですね。スゴウマ超記念。で、初回のみ10回抽選で、金の馬蹄石220個と、ですね、この、ディスカウントされます、消費量が。で、実はですね、そのイベントが開催されるということで、運営から金の馬蹄石が、300個ほどプレゼントされました。まあ、これは、先ほどの大魔神佐々木さんの、シボバガチャにも使えるんですけど、それは前回、お知らせし、行ったということで、このスゴウマ超記念のガチャを、やってみたいと思います。いろいろありますね。東証ボーイはすごいな。スペシャルウィーク、1999年の。まあ、やってみましょう。プレミアム、そうか、この BGM もなくなんだ。お、なんだ？何が来た？ダンスインザダークだ。キングヘイロー。次は、お、黒い、ベルシャザール。お、虹だ、桜ローレル。マクリを打つってことですね。さらに、マウントリバーモア。まだある。ロックオブ、ジブラルタル。以上ですね。ちなみに2回目以降は、300個、これ、まあ、10回抽選の通常の消費量なんですけど、そちらが必要になります。というわけで、ガチャをやってみましたが、なんだろう、このシュバルグランっていうのもあるのか。ブリーダーズカップの大きなレースに出せるというわけですね。で、実は、お、なんだろう、さっきのは。で、ここでですね、ブリーダーズカップって、登録したっけ？おー。なんかすごいですね。もうイベント終わってんのか？決戦に参加。
多分ある一定の条件がないと、おっと、そういうことか。出走登録待ってますね、これは。すぐに出走できるのか。お、出走済みになっている。パドック行ってみましょう。はい、1番がシュバルグランです。なるほど。2番レイデオロ、3番ギニョール、4番キササンブラックがすごいですね。1番人気、20丸が5つをうちを4つ、2番のレイデオロが1つ取ってます。で、この2人で、20丸、対抗の丸、分け合っております。いろいろ出てますね。里のクラウンとか、ソウルスターリング。レース見てみましょう。これはあるんだ。レースの BGM は。さあ、レースですね。スタート？キタサンブラックがやはり先頭を奪っていきますね。もう第2コーナーですよ。最高峰ですね、私の馬は。ちょっとこのレベルでは厳しいのかな。相変わらず最高峰です。正直前のペースになっていると思うんです。相当効果は巻き返しは厳しいと思います。さて、何が勝つかですよね。シュバルグランが上がってきた。おっと、かわしにかかるシュバルグラン。レイデオロも来た。この3頭かな。さあ、シュバルグランが抜け出す。ここでまだキタサンブラックが差し返す。どっちが勝ったんだ。今ゴールですね、私の馬も。すごいな、これ。上がり32秒4って。仕方がないですね。ファンが増えましたね。増えたのか、これ、最下位でも。開封の時間があるんだ。いいでしょう。香港スプリント。いろんな馬が出ますね。ウエスト出してみよう。ちょっと厳しいですよね。ピースヒロイン。
さあ、これは香港の青い空。ピースヒロインがこれは圧勝ですね。ちょっと話にならないかな。はい、ゴールインです。あれ、一応まあ出てない、公式は出ないですね。さあ、2頭とも出してみましょう。まあ、というわけで、こんな感じかな。おっと、ビーダーズカップに出たんで、賞金が300万もらいます。3000万もらいますね。はい。最後に。通常の。勝負。絆はあるんですけど、強い絆じゃないのかもしれない。はい。まあ、こんな感じですね。はい。何がすごいかっていうわけでもないんですけど、やってみました。はい。というわけで、ダービースタリオンマスターズ、本日はここまでになります。説明欄に、ブログやツイッターのアドレスを記載しておりますので、よろしければアクセスしてみてください。チャンネル登録まだの方はよろしければお願いいたします。また、最後の20秒で流します。関連動画、関連プレイリストも、もしお時間ありましたら、アクセスをよろしくお願いいたします。ゲーム動画で行こうでした。